石井紀議員のことを知りました、政府の不正は誰が作ってるんでしょうか、<ー>また不正がなくなれば税負担減ると思いますか、お二人のご意見、期待です政府の人って、外から見たら不正に見えるけど、中の人たちはそれを不正だと考えてないっていうことな気がするんですけどね。うん、はあ、なるほど。例えば、なんか通信費とか、あれもその何に使ってもいいっていう名目だから、はいはい、別にじゃあ、それで酒飲んでもいいじゃないかって、正しいわけじゃないですか。はいはい はい、でそこで酒飲んで、じゃあ、仲良くなった人が、新しい知識をくれたから政策に反映するみたいな、だから、不正だと思ってないと思うんですよね、はい、不正か不健全かの違いは、ただ、不正はもちろんやってる議員はいて、それは罰せられるべきだと思うんですけど、不正がなくなっても税負担は変わらないと思うんですね、払う税金が、今年は不正がこんだけ減りました、税金安くしましょうっていう。 ことを言い出す議員は少ないと思いますね。そうですね。ないですね。う、まあ、<laughs> ことは違うと思いますね。税収入を減らすっていうのはなかなか取りづらいと思いますね。まあでも税収を減らし続けてる国ってほぼないですからね。まあ資本主義国家である以上、経済がどんどん発展する前提なんで、税収っていうのは増えなきゃおかしいわけですね。うん。 で政治家の給料も物価に合わせて上げとこうみたいなで、<ー>なんか特殊法人とかいろんなところも増えてってで、その人たちも国の運営必要だよねって言って、予算は増える一方っていうの,なので、まあ、その不正はよくないよねっていうので、戦う人たちっていうのがいて、まあ、効率をよくするは必要なんですけど、はい、完全になくすはちょっと理想的すぎるかなっていう。一、はい、回作った制度とか、その組織をなくすっていうのは、まずないですもん うんまあ、政治家の給料を政治家が決めてますからね、ああ下げる,、ね、削る人はなかなか、もちろんそういう政策を挙げてる政党もあるんですけど、うん、そういう政党が与党になったときに、本当にそれをやりきれるかっていうのは、なかなか難しいと思いますね、与党になると、それだけ規模が大きくなるんで、うん、元の理屈、ポリシーとは違う意見の人もたくさん入ってきちゃうんで、難しいんじゃないかな。うんうん どうなんですか、ね、あんまり聞いたことないですよね、そういうので、パ<ー>数取って政治家減らしましたっていう、<ー>ただまあその、じゃあ、今までのその間接投票じゃなくて、ネットで投票できるように直接投票にしちゃえば、議員減らせるじゃんとか、技術的には、その、はい、もっと効率よくする仕組みっていうのあるわけじゃないですか。はいうんはい でもそこまでその政府、政治が効率化するっていうのってやっぱ、あんま聞かないですよねうん,なんかねその、合衆国とか、もう制度、もっと日本、細かく分けるとか、効率化とかっていう議論になるのか、ねうんそれ、そっちもそれはそれで、そこに移行する金がめちゃめちゃかかるんで、あんまりメリット薄いんじゃないかと思い、ねうん、まあ ね、あの、アメリカのなんか、州とか町とかの比較で、はい、その、やたら公務員とか政治家の給料が高い地域と、うん、やたら低い地域っていうのがあって、はいはい、で、人口あたりで、まあ、人口少ないんだったら低いのは当然だよね、なんですけど、はい、人口あたり、妙に給料高い地域と、妙に給料低い地域っていうのがやっぱ出るんですよ、はい、アメリカって。で、調べてみた結果分かったのが、地元新聞があると給料は下がる。 はえー、その地元新聞があると、その新聞社が自分たちの街の政治家とか官僚とかを調べ出すから、おめ給料高えよとか、こんなんいらねえじゃねえかって突っ込みが入るんで上げづらい。新聞社が潰れた地域は上昇に上がってるんだけど、誰も気づいてないっていう。<ー>っていうのが出てて面白いな思って。なるほど。